皆さんこんにちは。髪の髪チャンネルへようこそ。湘南美容クリニック AGA 新宿院院長のドクター笠井です。本日は22歳男性、これだけ若くてハミルトン濃度分類で、タイプ5と進行した薄毛に対して、タブレット&スプレー、オリジナルのタブレット&スプレー、それに、メソセラピー、スマートメソセラピーを月1回、半年間、6回ですね、行った治療の結果です。これだけ広範囲な薄毛に対してはやはり、メソセラピー、毛髪再生メソセラピーが効果がありますね。ここに植毛しようとするとですね、もうとんでもない本数で、それだけのグラフトが取りきれないということもありまして、このような広範囲に症例にはメソセラピーと、当然オリジナルのタブレットスプレー、この生え際のところもですね、このぐらいは反応してるんですね。素晴らしいと思います。私もですね、このように治療しております。そしてですね、これが最後に、幹細胞由来の成長因子を直接毛根に、エレクトロポレーションという器具で、こう電気を流しながら浸透させることで、弱毛化した、細い毛を太く再成長してくれます。旧式といって生えていないところからも生やしてくれることが可能です。神の神チャンネル、チャンネル登録お願いします。